大宇宙地球歴2011年、宇宙に新たな戦いの火蓋が切って落とされた。サイバトロンとデストロンを生んだマザーコンピューターベクターシグマがドリマスのマトリクスを解放したため、サイバトロンによるコントロールが不可能になってしまった。それを狙って主導権を握ろうとするデストロンはサイバートロン星へ侵入を開始した。コンボイ長官はガルバトロンの策略を阻止せんがため、歴戦のサイバトロン戦士たちを引き連れ完全と立ち向かっていった。しかしガルバトロンはコンピューターベースに押し寄せ、しかも新たなる軍団デストロンヘッドマスターズを引き連れていたのである。マスター星の謎。ダニエルの悪い癖だぜ。わだわだするな。早くコンピューターベースを占拠するな。離れ、離れ。おっ、危ない。ロジモス、乗れ。ロジマス、ロジマス、後を頼むぞ。私はベクターシグマを調べてくる。長官、私も。いや、私一人でいい。ご無事で。デストロンを一歩たりともコンピューターベースへ入れるな。地球がお留守になっちまっていいのか。チキショウ、見ろ。あ、どでかいのが動き出したぜ。が弱すぎるんだよ。己こさくな。全員引き上げろ。突如現れたこの巨大戦艦の圧倒的パワーの前に、差し物デストロン軍団もセーバートロンから全員が退却した。ロディマスは巨大戦艦と4人の若きヘッドマスター戦士をアセニアベースへ招待した。ロディマスです。マスター星の代表フォートレスです。お招き感謝します。フォートレス、フォートレス、早く思い出せよ。ちゃん、
思い出したぞ、フォートレス。おう、チャーじゃないか。変わっていたので見違えたぞ。別れてから400万年経ったんだものな。いやー、会えて嬉しいぞ。私もだ。いやー、懐かしいな。ここで会えるとは。わしの古い友人だ。フォートレスはみんなと同じセーバートロン製で生まれたんじゃよ。その頃セーバートロンはいつ終わるとも知れない泥沼の戦争に、体力もトランスフォーム能力も劣る一般市民はおののき疲れ果てるばかりでした。私は一般市民のリーダーに選ばれ、セーバートロンを脱出して平和なマスター星へと出発したのです。マスター星へたどり着いた私たちは、そこに長い年月をかけて豊かな文明を築き上げました。そして私たち自身も独自の進化を遂げ、新しいトランスフォーム能力を完成したのです。それはまず自分の体をヘッドモードにトランスフォームさせ、スーパーボディにヘッドオンするのです。それが我々ヘッドマスターなのです。ところが悲しむべきことが起きました。私たちに反逆する凶悪なヘッドマスターが現れたのです。スコルポノックを狩猟とするグループです。私たちは彼らと戦い、マスター星から永久追放したのです。スコルポノックたちは宇宙の無法グループとして平和な星から星へと殺戮を繰り返しながら渡り歩き、邪悪な進化を遂げ、妖術的能力を身につけました。そしてスコルポノックたちはデストロンと手を結んだのです。我々は奴らと戦うためにやってきたのです。あなた方がいなかったらどうなっていたか。ベクターシグマを占拠され、セーバートロン星はデストロンのものになっていたかもしれん。一方コンボイ長官はベクターシグマの状態を探るべく、セーバートロン星の奥深くへと進んでいた。デストロン！あなたはコンボイ、後ろだ。あれがトリン。コンボイ長官の危機を救ったこの老戦士はサイバトロンの歴代司令官の一人で、コンボイの生みの親である。